皆さんこんばんは。みんなめちゃめちゃいっぱい人がいるよ。私すごいでかくないですか？大丈夫ですか？ということでキャスターの富田純子です。まあなんだかんだ喋るよりみんなを先に紹介しよう。今日はですねミセスオブザイヤーの2024愛知大会とミスターオブザイヤー2024東海大会、ここまで噛まずに言える私偉いわというのありがとうねの、ファイナリストの皆さん、選ばれし皆さんが、駆けつけてくださって、その中でもさらにですね私がこの方々に ぜひ出ていただきたいというね4人の方をお招きしました。ちょっと狭いです。じゃあお一人ずつお名前からお願いします。ちょっと こっちから行きましょうか。自分の名前も見せつつお願いします。はい、はい、どうぞ。原信田翔子です。お願いします。お願いします。はい、どうぞ。みんなマイクあるからマイクなんとなくね月野真由美です。よろしくお願いします。会社員の方が帰られるところで何やってんのかなって、ここオープンスタジオで面白いでしょ。外から見えてねずっと見てくれてる方とかたまにいてね、なんかあっちをこうやって見ながら放送するんですけど。はい、じゃあもう一人どうぞ。はい、エントリーナンバー6番矢田のり子です。よろしくお願いいたします。6番じゃなくて6だよ、はい、日頃からね。でも言いたくなるよね。はい、はい、そして今日はメンズ一人来ていただきました。お願いします。あ、じゃあもうちょっと前に出ていただいてマイクが拾うかな。はい、はい、水上俊一です。よろしくお願いします。お願いいたします、ね、後でトシさんの、はい、マイクまた前に来ていただこうと思うんですけど、はい、今日はねこの皆さんと共にお届けしようかなと思ってます、皆さん、大会はいつありますか？せーの、9月23日。何の練習もなくてもできるねどうかな。まずねその大会っていうのがですね、まあ、もちろん事前審査とかいろいろあって、今ビューティーキャンプって言って、その自分をこう高めていくそういう期間だと思うんですけども、みんなどんな感じなのかな、ちょっと聞いてみようか。じゃあどうですか、翔子さんからマイクのそばで喋ってね、うん、いろんなことが経験できて楽しんで進んでます。今までの人生でやったことないこととかあった？うんうん、ありすぎ？あ、いや、メイクのつけまつげをちょっとメイクレッスンでちょっとしていただいてメイクってっ、うんうん、初めてで楽しかったです。今までやったことがないこと、うんうん、あるよね、うん、じゃあどう？まゆみちゃんはどうですか？まゆみちゃんこっち。私はヒールを履いたことがなくって、うんうんうん、このコンテストのために初めてヒール履きました。ほう、そうなんだこれ紙持ってもらっていい？そうか。このコンテストのヒールちょっと教えてあげて。何センチ？14センチ。14センチ。あなた物差しやで、物差しこれぐらいよね。すごいね。どうですか？はい、多分私が一番最後のエントリーをした、うん、ほうほう、はい、ファイナリストかなと思います、うん、8月の19日にキックオフパーティーがあったのですが、うん、私はエントリーしますと決めたのが8月17日だったので、うんうんうん、まだやっとドレスが今日出来上がったっていう、そうなんですよ、うん、もう毎日が綱渡りのようなハラハラドキドキ、はい、してます。でもそういうなんかひらめきにね何か従ってみる、こう自分がついてってるっていうのは素敵なことかもしれないよね、はいはい、トシーさんどうですか？その私がもともとねご推薦させて、はい、もともと存じ上げてるんですけど、うん、何のこっちゃってさ、ね、思ったと思うんですが、はい、入ってみてどうですか？まあ、僕は友達に異次元の世界行ってきますっていうぐらい本当に初めてのことばっかりで。そうだよね、あとでそれぞれのねちょっとパーソナリティ的なところを紹介したいと思ってるんですけど、みんなね多分違うよね。そのミセスコンテストミスターコンテストっていうとなんか一部の華やかな方が綺麗とかかっこいいだけを競ってる。私もしそういう大会だったらそういう基準で私生きてないので絶対先生とか引き受けなかったんですよ。でもこの大会で3年その表現力とスピーチっていう講義やっててね、はい、私の講義を受けたことある人、はい、あ、やめてはい、じゃあここはいいこと言うところですよ皆さん頭を使っていいの、はい、私の講義を受けてどうでしたか？はい、もうとっても楽しかったです。もうはい、もう先生の編みタイツもいただきましてそうなんですよ。私はよ、うん、もうこれ最強ですから、ね、もう最強でした。全ての運をこの編みで絡めとる、はい、
そうそうそう、あのあどうですか、あの純子先生の説明が、うん、なんだ自分の表現力をすごい伸ばしてくれて深めてくれました。そうだね、あのみんなねある程度例えば仕事してたりとか生活していれば人に説明ってしてるんですよね。だから結構ね、あのスピーチとかよく職場でやってるんで、あの習わなくていいですって言って、違うでしょ、うん、ね、全然違う、違うよね、うん、自分のいいところはやっぱり私たちプロがここを言った方が多分相手に伝わるよとかあるんだよね。福さんどうですか。はい、そうですね、あの何と言っても驚いたのが、うん、私が20年間専業主婦の期間があって、うん、それを多分原稿用紙にして5枚ぐらいあったと思うんですけど、うん、あの純子先生が旧家に嫁いで20年この一言でガタつけたすごいね、本当に本当に驚きました。私の20年どこに行ったのって。1秒で終わっちゃったわ、はい、そうやって言われたらやっぱりそれなりのこうねところ格式があったりっていうことと頑張ってきたことがね伝わってくるっていうね。あれトッシーさんどうですか。僕はどっちかっていうと、うん、まああのやる前から知り合いじゃないですか。そうそうそう知ってるんです。だから僕のいいとこを、うん、全て出してもらったなっていう、すごく嬉しかったです。本当ですね、だからなんか一筋のあのただスピーチがとかじゃなくってやっぱりその人の良さ、あの皆さんねこれ見てくださってる方もその大会に出るとか出ないとかじゃなくって人に話す時って暗唱覚えてこうですってもう目がこう白目で上になってるみたいなあれって伝わらないですよね。あとなだらかに美しく丁寧に話す、これあの校長先生のお話タイプ、あれ確かにいいこと言ってるけど覚えてなくないですか、うんうんうん、なんか何だったらちょっと貧血を起こしたりだからそうなっちゃうとやっぱりもったいないので、あのそうじゃないねスピーチができたらいいかなっていうふうに私は思っています。はい、ということで、今日はこんなメンバーでお届けしていきたいなと思いますけれども、この番組の提供をここでご紹介させてください。お願いします。60歳俺は駆け抜ける、この番組はシンガーソングライタードッグミュージシャンの田中義則さんがモデルになっている若さと元気の象徴 NMN あやの提供でお送りします。日々年を重ねても何も、ね、なんか久保さんまた若返りましたなんか若返ってる一度厳しく試されてチェックされてみてはいかがでしょうか。楽しみこれからの私 NMN あや。いやいつもお世話になってます。こんなに働けるのもきっとあやのおかげかなって思うんですけど、はい、そんなことでですね、この番組はトワイロタイムっていう名前がついてるんですけど、トワイロってね私の造語で、永遠に変わらないあなたの色があるって方は人にも魅力的だし、そういう方々にね来てもらおうっていうこの番組なんですね。で、まあ、今日はねトークをこのミセスオブザイヤー2024の愛知大会とミスターオブザイヤーの2024の東海大会のファイナリストの皆さんで、せっかくなので一人ずつねたくさん紹介していきたいんですけど、今日どうかな、あの私たちの知り合い人口って X やってる人少ないんだよね。でも一応言っとくね、ここにね、これか、はい、この生放送中にスタジオにメッセージを届けることができるんですね、この SH アズパン FM っていうね、これが ID です。わかんない人はシャチホコアズーリ FM っていうので検索していただくと、その X のページがあるので、そこの、あのダイレクトメッセージから送っていただくとちゃんとスタジオに持ってこられるので、もしよかったら送ってください。お待ちしています。はい、じゃあねちょっとお話ししていこうかなと。じゃあもう一人ずつがいいと思うので、じゃあまずまゆみちゃんから行こうか。はい、はい、お願いします。じゃあまゆみちゃんの映像というか人柄が分かる写真かも、出るかな出るかな、荒い笑顔荒い笑顔ちょっとこれはどういう時あ、これは今年の4月に自分で主催したライブの時 の、 あの写真で、うん、はい、歌を歌ってるんだね。はい、そうなんですよ、うん、どんな歌を歌ってるんですか。普段、ま、色本当にいろいろで、
あの J-POP から、あと去年から演歌にチャレンジし始めまして、演歌とかあと歌謡曲ですね、いろいろやって、はい、自分の領域を広げようとしてます。あの、広うございますが、はい、歌謡曲では例えば誰の曲とか、まだ1曲しか歌いませんけど、あの、真由美つながりで、逸話真由美さんの恋人よ。この愛ちゃんに渋い。そうした？しない。若い子って誰だろうみたいな、なんか乃木坂48の中に真由美とかいるかなみたいな思ったら違うんだ。うん、そうなんですよ。そうなの。え、それは何がひらめいて、真由美つながりだっけ？ま、真由美つながり、あの、いつもカラオケに行くと、ま、真由美って調べると逸話真由美が必ず出てきて、誰だろうこの人って思ってたんですけどね。でも、あの、バリバリは私なんかは見てましたけどね。誰だろうですよ。誰だろう。本当に。でも声を聞いてみたら、あの、私スーパーフライがすごい好きで、ちょっと似てたんですよね。だからもう、あ、この人がいいと思って。ちょっと聞いてみたいね。じゃあちょっともう一個の写真も見ていこうか。これがまたね、あの、次の写真が、じゃあどうしよう、これ何レインボー、これは7月に初めてワンマンライブをさせていただいたんですけど、はい、あの、ちょっとおちゃらけるの大好きで、で、あの、友達のおちゃらけ友達と一緒に、あの、どうにも止まらないを山本リンダ、はい、させていただきました。面白いね。じゃあその世代が違う音楽を歌ってるってどんな感じ？面白いですね。あの、今現なんだ、最近の曲にはない表現というか、言葉遊び、音遊びというか、そういうのが面白くって楽しいです。豊かな言葉があったよね、うん、今のラップの曲とかカラオケ曲と何でもごめんなさい、普通のお母さんの発言してしまった。だから YOASOBI とか、ただなんか首が苦しい人みたいな歌になっちゃって、絶対私歌えない、まあ、私も歌えない、ね、はい、ということで、真由美ちゃん、真由美ちゃん、なぜ応募してこうファイナリストに選ばれていただいたんでしょうか？そうですね、あの、私パニック障害を 4,5 年前に患いまして、うん、突然、うん、で、まあ、その時に、あの、なんだろうな、もう明日死んでもいいぐらい今を大切にしたいなって思い始めたのがきっかけで、で、今回も、まあ、自分の前にたまたまそのミセスオブザイヤーに出られるっていう機会が来たので、あ、じゃあちょっと手に取ってみようかなって思って、はい、そういうこと大切ね、チャレンジしました。あの、みんなこのオブザイヤーに出る方は、なんか綺麗だから見てちょうだいよりも、なんか経験をされて、で、その中で誰かにこの舞台に出ようと思った自分をね、あの、感じてもらったらいいかなっていう方ね、多いと思います。ドラマを見に来てください。中日ホールでこの方々がね、舞台で輝きますからね。ということで、その中日ホールで別にね、あの青年の主張の大人版みたいにただ喋るだけじゃなくて、私はスピーチの先生だけど、みんなウォーキングって言ってドレスアップしたりかっこよくしてね、そしてスポットライトを浴びて歩いていただくんですが、ちょっとこの前のキックオフパーティーっていうのが行われた映像があるので、見ていただこうかなというふうに思います。はい、キックオフとはね、ここでね、これ生まれて初めてのウォーキングです。あ、これはご本人が、はい、私です。ちょっと見ますか。はい、レッスンもノーレッスン、ノーレッスンで、はい、よかったよ。あの、筑庵健二さんって、まあ、去年の初代の、はい、この東海大会の、まあ、自分の部門にグランプリ、あ、もうエスコートの仕方がすごいでしょ、素敵でしょ。はい、トッシーさん見て、こうなんか大丈夫だよみたいなこのエスコートというのは、まあ、ただこう男性女性が腕を組んで歩くだけ、ほら、あの、ほらこっちだよってね、女性が輝くようにするっていうね、で、回りやすいようにこうね、やってもらうとこっちかなって思いますよね。こう、どうですか、その、日本ではあまり男性に女性がサポートしてもらうってあんまりないよね。ないですね。どうでした、こう始めて。あ、でもすごい安心感が、ね、安心感、はい、不安感がある人は、あの、エスコートもうちょっと練習した方がいいので、はい、というところですね。はい、私、あの、これ、あの、講師としてやらせていただいたんですけど、一人でとっとこ行ってしまって、あの、本当にごめんなさいってよく言うんですが、ね、トッシーさん一緒に歩いていただいてね、足来ましたね、はい、ありがとうございます。どうですか、トッシーさんも、その、いつもね、あの、後で映像で言いますけど、舞台に立ってる人だけど、はい、女性を輝かせるとかって生活にあんまないよね。そうですね、
歩く時も大体前歩きますしね。そうだよね、日本だったらね、どうですこのエスコートをするとかって。まあでもあのちょっと紳士になったかなっていういいです思いはありますね。そういう方が増えることが大事ですね。はい、はい、ということで、まずはまゆみさんでした。じゃあ続いては翔子さんのお写真をちょっと見ていきましょう。翔子さんはどんな方なんでしょうか。おお素敵ということで、翔子さんのお仕事は、はい、私はあの名古屋は瑞穂区の方で、うん、あの子どもたちにあの書道を教えてます、うん、で書家としては三木翔風としてあの活動しております、うん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 、あのお名前がすごく素敵で、うん、ね、翔子さんってこういう風に書くんだよ ね、うん、あそうですね、まさに幸せな感じですよね、はい、うん、お珍しいお名前ですよ、もともと。あ、そうです ね、 ですね、だいたい、うん、読んではくれないですね。そうかそうか、はい、で、うん、その画号っていうの、うん、そのは三木翔風、どんなどうして、美しく希望の木、うん、のあの翔は今の翔子の翔に風です。うん、でまたインスタグラムの方もこの名で出てますので、はい、また質問があればどんどん待ってます、うんすごく素敵。これセミ、夏、あ、セミですね、うん、もうちょっとなんか違うのも見ていこうか、うん、はい、ありがとうございます。これはちょっと出会いを求めてちょっと書いたものなんですけど、いいね、ありがとうございます。こういう書のインスピレーションってどういう時来るの？出会いって言ってもね、こういう風に書かないよね、まみさんね、うん、なんか書かないよね。書かないですね私の汚く書いて読めなくなった出会いとかもあるけどこうあの読めるような読めないのでもアートって、うん、書家の方はどういう時にひらめくんだろう。なんでしょうね、なんか書きたくなって、こう何枚も何枚も書いてるうちに、うんうん、あ、こんなんどうかな、あんなんどうかなと思ってあの仕上げていくんですけど、うん、そうか、うん、じゃああの次にその書の作品自体をちょっと見たいと思います、はい、いいねこれ、ありがとうございます、うん、これは毎年あの日本の書店って言って、うん、あの流派を問わずに、うん、あの書店があの全国から、うん、あの書家の方が来るんですけど、うんうんうん、そこに出品しているもので、うん、毎年5月の後半から6月にかけて愛知県美術館の方で、うん、あの開催されてますので、うん、はい、すごいな、ね、今年のね、うん、江戸でね、はい、を書いてみました。素敵だ、はい、はい、うん、じゃあそんなあの翔子さんがこのオブザイヤーチャレンジした気持ちをちょっとお願いします、はいはい、私はこう見えて、うん、どう見えてるか分かんないんですけど、笑って遊んで売れそうな感じ、私すごいでかいし丈夫そうに見えますが、うんうん、どう見えるか分かんないんですけど、うん、ちょっと引っ込み思案でなかなか前に出ることができなくて、で、まあ、この大会を通じて、自分軸っていうものを、持てたことに感謝してます、うんうん、で、はい、そうだね、なんか、うん、やったことない方にはきっとわからない、自分がこうまな板の上じゃないですけど、逃げも隠れも言い訳もできない環境って意外とないでしょ、日本って。なんか、私後でいいですとか、そうです、そうです、で、その、あ、今間違えちゃったんでもう一回やっていいですかがない世界で自分と向き合う。だからかっこ悪くても、もしかして間違えても、間違えたことも自分を受け入れてあげて、なぜかというと、ショーマスゴンオン、あの舞台でスポットは今あなたに当たってるので、それを気にしないでね、するっていうのがね、きっとね、うん、役に立つと。頑張ります、応援してください、ね、応援皆さん待ってます9月の23日にその会場中日ホールに見に来たいよっていう方もね、うん、このミセスオブザイヤーとミスターオブザイヤーの愛知東海大会のページから、あのインスタとかから申し込めますので、よし応援に行こうっていう方ね、お願いしたいと思います。はい、じゃあ続いては、矢田さん、はい、はい、じゃあちょっとね、先ほど少しウォーキングが出ましたけど、はい、お写真をあのたくさんもらったので、1枚5秒ずつぐらいでスライドにしてるんで、どんどん自分で喋ってください、はい、それでは、ムービーどうぞ、行くかな、はい、これね、はい、はい、これはですね、平日は私百貨店で、うん、あの紳士服のアパレルのショップ店をしてま す、 すごい、こちらの方は一人息子です。かっこいいね、ありがとうございます、仲良しのお友達とお食事会に行ったりとか、うん、あとはあの保育園ですとか児童館で10年ほど英語の先生をしてました。で、何でも挑戦したいので、うん、これはクロス針を飛躍しすぎ、どこかで習ったのこれ。そうです、そうです、そう、
見えないね。なんかそのさっき言った、あの奥様でお花を習いました、うん、漬物つけてますって言われたらそうかなと思うけど、うん、クロス針もやってやりましたね。だからその自分が自立してその中でいろんなこと調整した、はい、そうですね、そうですね。なんかむみちゃん、うん、本当に可愛くてちっちゃいさ、うん、彼女がすごい生きる力感じない、うん、いやすごいですよね。はい、あ、なんか来た、あ、くださいお願いします。あ、来たよ、メッセージありがとうございます。わー、皆さん芸能人みたい、ありがとうございます。あつこさんいただきました。皆さん芸能人みたい、いや、そうやって輝いてください、ありがとうございます。ちゃんとこうやってスタジオに来るので、ぜひこちらのですねコメントなどは SH アズパン FM、X ですね、シャチホコアズーリの X までお寄せください、ありがとうございます。そっか、さっき息子さん、あのおいくつですか？23歳です。そうなんだ、まだ学生なんです。学生さん、はい、そうです。なんかね、すごい頑張って、はい、学校もね、はい、行ってもらってね、はい、頑張ってたよね。私一緒にスピーチ聞いて泣きそうになっちゃった。へ、ね、だって普通に進学させるだけでも大変じゃないですか。そうです、ね、でさらに高等教育まで、そうですね、大学院で、ね、はい、ママの細腕で、あ、そうです、でなんか息子さんも一緒になんか起業されて、そうなんです、うん、そうなんですね、あの実はあの結婚相談所を1年半前に息子と始めて、今度新事業でマナースクールをやりたいと思ってるんですね。でその一環としてまずは自分がマナーをちゃんと身につけようということで、うんうん、はい、こちらのミセスオブザイヤーにエントリーさせていただきました、ね、またそこでいろんな人脈が増えたり、こうやってね、ま、あの、何かに発信していくこと、うん、そうすると知ってもらう、大事なのは今って知ってるってことだよね。本当そうです、見たことあるとか、うん、で私別にあのマスメディアに出てた時っていうのは頑張りますみたいな、たくさんいるリポーターのお姉ちゃんの一人だったんだよね。でも今の方が、はぁ、純子さんって覚えてもらってる。だからこういう発信ってすごい大事なのかな、うん、はい、みんなもう一回一人ずつの巻いとこ、はい、はい、はい、ぜひぜひ話しようこう、初夏のミキショーフです。はい、月のまゆみです。よろしくお願いします。はい、歌ってます。矢田のりこです。よろしくお願いいたします。はい、こういうことです、ね、はい、そして後ほどご紹介する、はい、お願いします。水上俊和です。俊和さん、トッシーです。はい、ね、もうあの水上俊和さんってこう長いじゃん、水上俊和が、もうトッシーです。あ、トッシーさんでね、であの、うん、後でどうしてあの私がすごくかっこよくてご紹介したいかっていうのはね、映像でも出てくるんですけど、じゃあそのね、あのミスターの部ご紹介する前にね、ミセスオブザイヤーの今年の2024の愛知大会のエントリーする皆さんでした。どうもありがとうございました。イエーイ。ではここでインターミッションで素敵な曲をお届けいたしましょう。この番組にも出ていただいて、正直でトッシーさんもものすごくね何度もライブも見てらっしゃる、あの小島隆二さんと素敵なシンガーがいらっしゃいます。でずっとカバーを歌ってらっしゃったんだけれども、まあ、この度ねクラファンで皆さんが力を合わせて彼のオリジナルアルバムを作った。だからあの自分で作っただけじゃなくて、あのプロのそういうあのミュージシャンの方とみんなの愛でできてるアルバムを発売されたんですけども、その中から解消なしブルースを見ていただきましょう。どうぞティーザーでご覧ください。酒屋の店先呆れ顔して人が として近くに来るとそこだけ空気違うオーラっていう、そんな感じ、
だからみんなもそうなんですよ。来た時に誰かが嬉しくなってくれたりとか、あの私そういう旅だけど、なんか私いるとなんか元気になるっていうか、空気がオレンジ色になるっていうか、うん、そういう人もいいじゃない。なんかだからそれぞれの自分の何かを生かしてっていうのをこのミセスオブザイヤーとミスターオブザイヤーでね感じてもらえたらいいなと思います。まだまだねメッセージこの SH アズパン FM っていうところからあの X で送れます。 X って何っていう方ね、元のツイッターでございます。でもうそれ分からんっていう方、あ杉崎さん見てくださいありがとうございます。なんか今日なんかあんまりフェイスブックを見てないってことは、皆さんシャチホコアズーリ FM のページから見てくれてるのかな。ありがとうございます。ではあの大変長らくお待たせしました。あのさっきの小島隆二さんもすごく素敵ですけれども、私が満を持してぜひ出ませんかっていう、あの講師から推薦するっていうのはいくつかの枠があったんですけども、その一人ということでご紹介をさせていただきました。お名前お願いします。はい、はい、水上俊一都市です。都市さん、あの、まあ、もちろん私がお誘いしたっていうのはありましたけど、聞いてどう思いました最初。最初は、うん、何最初は、え、何言っとんだろうぐらいな。普通そうだよね、でもよくよく考えたら、うん、これも縁かなと、うんうんうん、ましてや今もう63なんで、いいね、今やっとかないつやるんだみたいな、うんうん、それで決心しました。うん、だからその今例えば周りでね60代超えた男性の皆さんがお勤めとかしてて、急にこう自分の役割が変わったりしてすごくがっかりする方が増えてるそうなんですよ。だからあのこのミスターオブザイヤーって去年から始まったんですけど、もう大人の男性が、あ、かっこいい、自分はちょっとなんか身なり気をつけようかなとか、あ、かっこいい、なんかそんな男とあるものは当てないでちょっと女性に優しくしようかなとかね。でもトッシーさんはもともとすごくご家族を大事にしてるし、いやいや本当に私そこが素晴らしいと思ったの。本当に奥様をいつもめちゃくちゃ大事にされてて、奥様もすっごい私のこと可愛がってくださってるんだけど、そのパートナーシップっていうことをなんかこう掲げてるんです。それはどうですか、この大会で。この大会はただかっこいい男子じゃなくて、はい、女性の方をあのサポートしたりするそういう方を、まあ、選びたいなと思ってるんですけど。そうですよね、うん、やっぱり女性あっての男性ですか。だから思うけど、その女性が強くなっちゃったかね、おばさんがおばさんになっちゃったっていうのは強くなる理由があるからだよね。私だって別に普通に可愛くできるのってあるけど、みんなが言うこと聞かなきゃ早く並びなさいって。ありました。バスツアーすごかったでしょ。すごかったんです。だってみんな、あ、そうね、純子先生怒ってましたよ。純子先生怒ってるから、はい、並びなさいってみんなシャッ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 アリのようにこうやって集まってきて、あ、皆さんって言っていてもね、そんな来ないからね、うん、いやそういうメリハリ。でもね、私が可愛く入れるように皆さんお願いしたいと思います。バンドでもそうなのよ。バンドでもなんかこういろんなことがあったりとかすると、歌ってると怖い怖い怖いって言われるから、私は今一生懸命可愛く歌を練習してるんです。はい、じゃあそんな、まあ、トッシーさんは、まあ、音楽つながりですけど、はい、ちょっと今日は特製のビデオ、はい、これ誰が作ってくれたんですか。これ僕です。自分で作った。かっこセンスめっちゃいいじゃないですか。あの今年上半期のダイジェスト版ということで作りました。だからあの今までのこれを見ればトッシーさんがどんな活動をしてる人か分かるし、めっちゃかっこいいのよ、写真とか。ありがとうございます。こうなんかそのトッシーさんのかっこよさに触れてほしいので、最初のうち私たちワイプでも出てこなくてもいいから、あの割と画面見せてあげて、で喋り始めたらちょこっとこの辺にちっちゃく出てくる。それではあのトッシーさんのかっこいいワールドをご覧ください。ぜひどうぞ。このオーディエンス。
本当ステージですよ。ありがとうございます。みんな見てここでいつも穏やかなトシーさんとはね、ビューティーキャンプとかで会ったことあると思いますけど、うんうん、はい、翔子さんからどうですか、はい、見て。いや、もう最初の時から、うん、もうかっこいいなって思ってました、うん、ありがとうございます、うん、でもこう見ると、うん、どうです、なんか腑に落ちるものが、腑に落ちるもの。そうか、このなんかちょっとやんちゃっぽいね。なんかただ紳士とかじゃなくて、なんか、うんうんうん、なんか、うん、あ、あります、ね、あります、あ、あります、あります、黒似合うでしょ、うんうん、ちょっともうこの辺からオーラがね、そうそうそう、どうどうどう。私実はまだ2回しか、うん、この方ね、レッスンの時とか、はい、ないので、はい、あ、こういう方なんだって今ここで初めて知る、はい、感じです。そういうことも面白いよね。だから、はい、ここがすごく大事なんだけれども、うん、皆さんがステージの上に立つ時はこのバックグラウンドを知らない人たちに自分という個性を出すわけですよ。でそこで大切なのが言葉の使い方とか言葉の抑揚で、例えば最後のとこね、覚えてます？最後覚えてる、はい、自分のスピーチ、はい、言ってあげてください、どうぞ、ロケロー。これをね、私がバラしちゃった。大丈夫、あの、また舞台で言うのは違うから、それをなんだろう、オーディエンスが例えば今回250人ぐらいいらっしゃるんですけど、それを一気に受けた上で、あの、それにコール&レスポンスできる自分になるわけです。だからもうここにいる4人は私を面白いと思ってわざわざ来てくれてるから分かると思うんだけど、本当に朗読してる人が多い。朗読と暗唱は響きません。そんなもん250人のオーディエンスのパワー、人間が持ってる気に応えられる自分になってない。私はこうこうこうで本当に大変なことがあって、いやいや、それお家で喋ってくださいって話になっちゃうわけですよ。でこれね、あの、本当にもし見てる方で何か他のコンテストに出てる方もいらっしゃったら、どうかね、一度思ってください。暗唱とスピーチは違う。スピーチはあなたのドラマとあなたの共感してくれるファンをその30秒とか1分で引きつけるっていうね、そういう言葉のコミュニケーションなんだよね、うん。だからね、ロケンロールをどんな風にやってくれるかって楽しみにしておりますけどね。はい、じゃあちょっと、あの、せっかくまゆみちゃんも、まゆみちゃん音楽つながりというかどうですか、うん、もっと前がおいで、うん、もう最初にね、一番最初お会いした時からオーラがやっぱ違っていて、うんうんうん、あの、舞台上で自分を見せたがりのオーラ私もあるので、それはすごい感じたんですよ。そうそうそう、うん、ね、でもその、あの、どうしてもこの日本の文化っていやいや私なんてっていうことが美徳とされる、うん、でもそれもうやめましょう、国際社会ではそれやってたら本当に次の世代もそういう風になっちゃうし、私は、あの、英語が話せるようになって大学院に行った時にこんなに喋る私なのに1秒も喋らせてもらえなくて、あー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 って空気読んでたらまるでいないもののように扱われたんですね。でどうしたらいいかって言ったら、あの、そういう国際社会でインタラプションって Oh that's great とかで全然わかんないのに、とりあえず言うとみんなこっち見るじゃん。そしたら喋る瞬間が来て、ってそこから考えるわけよ。でも自分のターン、私の番が来ない限りあなたが存在していることも誰にもチャンスはもらえない。これがこれからのいっぱい文化が、あの、混じり合う世の中なので、私たち大人の世代もね、わあ、この人舞台出てくるとなんかやらせてあげないかんねって思うようなねやっぱそういった味かなと思いますね。トシさんどうですか、この大会に出て、なんか自分自身こうまだ舞台に立ってないけど変わってきたなと思うことありますか、はい、何か。そうですね、やっぱり、あの、うん、今までのステージの経験、うん、よりも、うん、もっともっといろんな経験をできたかな。だからこれからのライブにすごく活かせるかなとは思います、うんうん、よかったです、はい、あ、今ね、あの、X 来ました。純子さん、皆さんこんばんは。昼に高崎へ向かうブルーメタリックのかっこいい電気機関車の撮影に行ったら来なくて、強い雨が降ってきたので急いで他の通過する駅に行ったら1時間も遅れて到着しました。関西線も雨で止まっていたので諦めて移動してよかったです。粘ってたら土砂降りで困るところでした。それ大変ですね。あ、ありがとうございますね、今日お撮影していただいてありがとうございます。そんな中お疲れ様でした、来てくれてありがとうございます。あ、こちらはですね、みーさんから、ショコ頑張って家族全員で応援してるよって。親戚エリア全部応援しましょう。皆さんね、あの、今例えばチケットを買っていただいて見に来てもらうの悪いなとか、え、でも高いし、いや、そんなんいいいいいいじゃないです、こんなに頑張ってるんで、私その価値があるだけ頑張るんで応援してって、ここが大事です。いいですか、その
1万5000円とかするんですよ。でもそれだけの努力をして、そんな頑張ってる私を応援してよかったなと思ってもらえるような自分になっておきましょう。だってどうせこんな機会ってなかなかないことです。舞台に出るのはなんか発表会に来るから来てねとは違って、自分の命の輝きを、あ、そりゃ応援にかなねって言ってもらえるような風にね、あと喜んでこういう、例えば、え、家族もいい、いい、いいじゃん、家族も来てもらいましょうみたいな感じで頑張っていただければと思いますね。じゃあ、今ね、画面の方で見てらっしゃるかもしれないんですけども、仲間の中でミスターの部でですね、はい、鈴木ひろきさんという方がいらっしゃいます、はい、で、ひろきさん私とレッスンをやって、今日は2つ動画を送ってもらったんです。で、ひろきさんには、あ、じゃあこっちがいいねって選んだやつがあったんですけども、最初に送ってもらった動画もね、ちょっとレッスン的に見てもらいましょうか。じゃあ鈴木さんの動画をちょっと見てください。ファイナリストです、ぜひ見てください。ビブラント部門エントリーナンバー1、鈴木ひろきです。この度自分をよく知っていただくためにエントリーさせていただきました。大会まで残り2週間となりました。最近は楽しみで楽しみで、はい、夜もよきさん、これ1個目の動画でございます。きっと、先生こっち出すのって思ったんですよ。違う違う違う、これはご自身でこれぐらいの秒数で自分の思いを話してくださいって言ったんですね。で、私がワンポイントアドバイスを、本当に文字なのでね、そんなに深くしてないで、一回一緒にレッスンやってるからピンポイントでこういうことだよってお伝えしたら、もう一個の動画ちょっと開けてあげてください。どうぞ。音が聞こえるかな、はい、こんばんは。ビブラント部門エントリーナンバー1、鈴木ひろきです。すごい。この度自分をよく知ってもらうためにエントリーさせていただきました。大会までなんと残り2週間です。毎日毎日緊張しますけど、大会は楽しんでやっていきたいと思います。また、プロのメイクにも頼んでおりまして、本番は化けて出ます。9月23日中日ホールで開催、ぜひ現地で応援よろしくお願いいたします。どんなアドバイスしたらね、なのでそういうちょっとしたことなんですよ。人にコーチングされたり、こうアドバイスされるときにコミュニケーションがあると、それでピンと来てくれるね。はい、ヒロキ君、みんなに応援されたいいって、めちゃめちゃ素敵な爽やかな方でしょ。で、この格好はって歯医者さんです。わかる。しかもあれ、ちゃんとその職場でね、わざわざ一生懸命努力してくれて、だからこの私がみんなに呼びかけた時も、スタジオに来てくれたみんなもすごいし、いや僕動画でも参加しますよって、こういう気持ちがやっぱりまた皆さんもね、だって会ったことないけど会場で、あ、見ましたよってなるでしょう。これがね、人をつなげる力だと思うんですね。ということで、この大会にぜひ見に来ていただきたいので、ちょっとね紹介をしたいと思います。まずはこの、ミセスオブザイヤーとミスターオブザイヤーの大会のチケットの購入についてご覧いただきましょうか。はい、チケットの方がですね、もう発売されていまして、9月23日月曜日祝日でございます。中日ホール&カンファレンスですね。このような感じの、チケット、お、高っと思うかもしれないけど、その価値がある人の輝きを見ていただいて、皆さんにも勇気や何か感じていただくこと、あとアフターパーティー、こう1万8000円だけど観覧していただいて、一日みんなの努力とか、すごく素敵なショーもあるんですよね。はい、和太鼓の今回はショーもあって、すごくね見応えがあると思います。で、その後移動して、フランス料理のビュッフェのパーティーなので、行ったことある、近藤ハウスって。めちゃくちゃ素敵ですよ。写真もね、すっごい素敵に撮れる。私ね、ウェディングの仕事で何度か行ったことあるけど、もう名古屋でもね、指折り数えて素敵で、お料理も美味しいので、もうパーティーにね、2万円くらいでお食事付きでショーを見に行くと思ったら、両方見られるのでね、ぜひ応援に行ってください。じゃあ近藤ハウス、どんなところかちょっと映像で見てください。こんな感じのところです。素敵でしょ。
こんな感じのパーティールームになっております。はい、そして皆様方に、もう一つねお願いがございます。そんなファイナリストの皆さん、応援に行けないという方、花という方法がございます。どうぞご覧ください。はい、ミセスオブザイヤーと、あ、これちょっとあの私たちのワイプを消していただいていいですか。はい、2024愛知大会で右下のところにですね LINE で注文も可能ですという QR コードがあるんで、ちょっとこちら大きくしていただけると助かります。応援価格で、これね、あの実は去年のファイナリストの方が花屋さんで協力いただいてるんですけども、あのね3300円でも結構素敵な花だから、うん、センスがいいお花が来るから、でそれをあの注文しといていただきますと、あの当日例えばあのトッシーさんへとかいう風にお花が届いていて、であの応援が、あ、応援してくれたんだなっていうのがねすごく励みになると思うので、もしよかったら、でわからない方はあのこのミセスオブザイヤーとミスターオブザイヤーの愛知大会、東海大会のインスタからとか DM でお申し込みください。ありがとうございます。ということで、あっという間でございましたけれども、それでは続いてイベント情報ということで、こちらをご覧いただきましょう。どうぞ。一般社団法人愛知県設備設計管理協会創立50周年記念事業として夢絵コンテストを今募集中です。応募の資格は愛知県内に在住の小学生さんで、参加費用は無料です。主に水彩絵の具やクレヨン、色鉛筆などを使用した作品ということなんですが、デジタルやちぎり絵も OK、 ただし立体作品はご遠慮くださいということです。詳しいことにつきましては、愛知県、そして大文字で AEA 創立50周年記念イベントというふうに検索すると出てくると思います。ぜひチェックしてくださいね。もう一つお知らせ、審査会でロックンロールしませんか。私がボーカルを務めますキャンディーブルーダイヤモンドのライブがあります。サンデーライブとしまして、9月22日日曜日昼間ですね、オープンが15時、スタートが15時30分、早めのライブです。一緒に出演されるのがブラバスさんってめちゃくちゃかっこいいバンドさんなので、こちらも要チェックです。チケットの方は前売りが2500円、当日が3000円となっておりまして、ワンドリンクオーダーお願いします。詳しいことについては会場でありますピュアゴールド 9.143 までお問い合わせください。以上、フェアリー純子からのお知らせでした。審査会で待ってるよ。さて、同じ審査会であのイベントがいろいろあるんですけれども、こちらをまずはご覧ください。街空マルシェというのが行われます。これ審査会の街の中でチルしようっていうね、街がもっと好きになる、最近そのチルイベントって何にも特に目的なくのんびりするっていうのをね、街と企業とね、そういったところでやってらっしゃるんですけども、そのときめきをね楽しんでいただくってイベントです。日にちの方が10月26日土曜日の午前11時から夕方の4時、どなたでも遊びにこれでのんびりできて、マルシェがあったり食べ物があったり、そして私ここでも歌いますよ。言ってくださいね、無料ですからね。いつ歌うのか知らないですけどね、今のところね。はい、それから出店者の方もただいま募集中です。もしですね、あ、うち何かあの飲食のね、あのそういう出張ブースができるって方は、出店者限りがあるので早めに、調べてください。まちぞらマルシェっていう風に検索していただきますと分かります。ま、もしくは私富田純子のインスタグラムからお問い合わせください。企業さんにおつなぎいたします。ということで、たくさんありますがイベントのご紹介でございました。それではここで一旦 CM をご覧ください。東海エリアで月30万円以上稼ぎたいというシニアの方、未経験でも働けるミキサー車のドライバーというお仕事がありますよ。清須市に本社がある有限会社トラスティでは、生コンのドライバーを募集しています。70代の方も活躍しています。未経験からトレーニングもありますし、そもそも地場で働く方や経験者、転職希望の方、今より稼ぎたい方にもおすすめです。期間を定めた出張部隊も随時募集中です。お給料はこんな感じ、これが実績だそうですよ。熱い。生コンドライバーさんに興味が湧いた方、有限会社トラスティまでお問い合わせください。 052-408-0077 番、トラスティのホームページも見てくださいね。と、はい、ありがとうございました。ね、生コンドライバーさん募集中ですということです。そして私 の、 あのもういいかもしれない、ライブ情報をお届けしたいと思います。毎月めちゃくちゃ歌ってて、最近歌ってる人ですねって言われるけど、本当にね、キャンディーブルーダイヤモンドというバンドでは9
9月22日さっきご紹介したのがあるんですけども、キャンディーブルーというユニット2人で、あのボーカルギターのあきらくんと私で歌ってるのがさっきの10月26日新栄エリア町空のどっかで歌っておりますので、あの遊びに来ていただければと思います。他にも実は10月12日にも岐阜のキャスパーさんというすごいかっこいいライブハウスで、歌わせていただくんですが、詳細がまだわからなくてですね、ぜひですね、私のまたインスタグラムこちらにありますので見ていただくと告知させていただきます。さあ、あっという間でしたが、皆さん一言ずつどうだったかなというのと抱負お願いします。どうぞ。あ、はい、うん、はい、じゃあ9月23日、自分の名前です。はい、原品翔子です。はい、9月23日大会に向けてキラキラした自分を精一杯出せるように頑張ります。応援してください。はい、じゃあトシさん。はい、トシです。中日ホールで待ってます。はい、池田のり子です。高いハイヒールで骨折して当日出れないっていうことがないように頑張ります。頑張って頑張って。はい、じゃあ、OK、月野真由美です、うん、皆さんの心に響くようなパフォーマンスを頑張ります、ね。はい、今日みんなどうだった、どうだった、うん、楽しかったです。めちゃくちゃあっという間でしょ。うん、あっという間でした。純子先生の仕切りが素晴らしい。ペッ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 みたいな、うん、いや、あのね、ここでやってる番組はみんなもっとまったりお酒飲んだりおしゃべりしてることが多いんだけど、やっぱり私はその自分がもっとマスメディアの業界にいたので、こう区切ってね、なんかいろんなものコーナーでねご紹介したりとかね、そういうのをやりたいなと思って、これも私の夢。そして今日みんなが出てくれたことも私のすごく生きがいで、ありがとうございました。ありがとうございます。ではこの番組の来月のお知らせをさせていただきます。来月は10月ですね。早いな、もうこれで1周年なんですけど、ちょうどね。はい、次回は10月8日夜7時からの生配信放送となります。出たいなという方、お知らせがある方もぜひぜひお寄せください。この番組は提供は NMN あやの提供でお送りいたしました。ここまでやるとね、ほっと一息なんですよ。みんな頑張れじゃない、エンジョイです。私からは、純子先生からはエンジョイという言葉をお届けしまして、あの今日の、ね、番組ね、さようならしたいなと思います。じゃあ、今日もね、エンディングまでご覧いただきまして本当にありがとうございました。一人ずつ名前を言っていきましょう。もう一回、はい、自分の部門も言う、部門とエントリー名前、うん、エントリー、何の部門忘れちゃった、いいよ、はい、はい、はい、エントリーナンバー9、原品翔子、初夏は三木翔風として出てます。お願いします。はい、はい、レジェンド部門、水上俊和、トシです。はい、プレシャス部門、エントリーナンバー6、矢田のり子です。よろしくお願いいたします。はい、ブリリアント部門、エントリーナンバー1、月野真由美です。はい、そして私、お相手はキャスターの富田純子でした。皆さん、また来月ぜひお会いしましょう。エンディングテーマは田中義則さんが歌っている、60人のこのエリアの皆さんと、還暦の記念で作られましたシャイニングオブライフ、まさにこの曲には自分の命を輝かせて、そしてみんなと共に輝こう、仲間と共に輝こうっていう言葉が出てくるんですね。ちなみに、英語のナレーションは私がしています。私も歌っています。なのでまた YouTube でも見てください、シャイニングオブライフ、あなたの命がたくさん輝きますように。トワイロタイム、今日はここまでです。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。Hey dear, keep on shining till the end. I'll be with you too. I know you can do it, cause you are what you are. 瞳閉じて思い出す走り出した夏、いくつもの夜を越えここにたどり着いたや。 笑ったよな、泣いたよな、喧嘩もしたよな、